皆さんこんにちは、メスマチャンネルのちいろです。今日はですね、駐在の奥さん向けの情報ということで今日は回しております。知りたい知りたい。で、駐在の奥さんがこっち来た時って、まあ、日本でもともと専業主婦の方もいらっしゃれば、渡米して仕事を、まあ、休んだりとか辞めたりしてきてる人多いと思うんですね。で、こっちで結構やっぱ時間があって何しようってなった時に、やっぱこっちで働いてみたいって思う人多いと思うんですけど、うん、で、ただ働くのにも結構、まあ、ルールがあったりとかやり方っていうのがあるんで、ちょっと今回はそのパターンごとにぶち当たる壁だったりとか、うん、どういうことに気をつけておかなきゃいけないかっていうのをちょっと皆さんにお届けしていきたいなと思ってます。知りたいです。はい。で、まず一つ目が、仮にこっちでアルバイトしたいってなった時に、うん、一番重要なのはその、ビザが働けるかどうかっていうのが一番重要になりますね。それは旦那さんの配偶者ビザが働けるかどうかってことですか？そうですね、はい。なるほど。なので例えば、E2 ビザとか、うん、L ビザとか、うん、そういうのであれば奥さんも、合法的に働くことができるので、うん、でしかも、E ビザと確か L ビザは、もう EAD っていう、労働許可証を取らなくてもちゃんと入国の時点でもう、I-94 で、まあ、労働許可は大丈夫ですよっていうなんかマークみたいなのもらえるから、その場合は EAD 取らなくてもすぐ働けるんですね。あ、そうなんですね。そう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 。で、ただ、別のビザ、例えばね、J ビザとか、うん、そういうビザの、配偶者の人だと、うん、E ビザとかみたいに何も許可証なく働くってことはできなくて、その場合は、労働許可証 EAD をきちんと発行してもらわないといけないというふうになってますんで、まあ、ビザによって違うんですね。なるほど。そうだから、例えばその何だろう、こっち来てなんか知り合った人で、うん、あ、私普通にもう EAD なくても働いてるから、あんたも大丈夫じゃないみたいな感じで働くのは危険ですという話ですね。なるほど。言われたから行けるってわけじゃなくて、そうそうそう、まず自分のビザが何ビザなのか、でこのビザは働けるのか、働けるにしても EAD がいるのかいらないのかみたいなのはちゃんと場合分けして働かないと、下手したら違法労働になってしまう。なるほど。それもしも違法労働になった場合ってどうなるんですか？違法労働になった場合、まずね、大きく2つ考えなくちゃいけない観点があって、この移民局と、あとこの税務局、まあ、IRS ですね、この2つって全く別個の組織なんですよ。で、違法労働で働けます、うん、で働いてお金も普通にもらえます、うんうん、で、そのまま働き続けることはできるはできるんですよ、うん、なので、この移民局が仮に、いや、あの人、ビザ持ってないよねとか、何かしらの形で発覚した場合に問題になる、うん、まあ、多分もうほとんどその場合は多分強制とかになるんだけど。なるほど。そう、ただ、もしそれが、移民局が分かんなかった、まあ、バレなかったら、うん、もう別にそのまま何も落とさたなく働いたお金を IRS に納税しておしまい。なるほど。じゃあもしかするとあれですね、人によっては同じビザだけど違法だけど気づかれ働いてて、それは日本に帰りましたと、でも全然気づかれなかったって人もいて、そういう人が私働いたら大丈夫だよって言われて行ったら結構信じるじゃないですか。自分の母さんの先輩でさ同じように働いて帰ってきたって言われたら行けるんだと思って行ったら違法だったっていうケースめちゃくちゃありそうですね。まああると思いますね。まあさすがに駐在のケースだと、多分旦那さんがさ、駐在の説明会とかで、うん、そもそも多分奥さん働かないでくださいとか、奥さん働くときに注意してくださいとか多分言われると思うから、あ、なるほど、多分それは多分問題ないと思うんだけど、多分どっちかというと学生さんとかの方が多いんじゃないかな。学生さんで、まあ、アルバイトとかでさ、飲食店とかで働いてる子たちとかいるから、うん、その子たちとかは、まあ、下手したらあんまりよく分からず、うん、キャッシュでお金もらってるから、まあ、税務申告もしてないし、うんうん、労働許可ももらってないけど、まあ、普通に働いちゃってるっていう。なるほど。でもそれは基本ダメなことが多いんですか？まあ、違法は違法だよね。違法は違法だけど、でもまた難しいのが、アメリカの飲食店ってそうやって結構待ってるところが多いんですよ。うん、要は例えば、中華料理の店とかベトナム料理の店とかあるじゃん、うんうん、でそこの人たちってあんま聞いたことないから分かんないけど、うん、まあ持ってない人も多分いるんだろうなみたいな、でもまあそれはそれで経済圏としてなんか回ってて、うん、だから理想と現実みたいなので、理想はもちろんちゃんと違法労働じゃなくやるんだけど、うん、でも現実はそういう人たちがいないと飲食店も成り立たないし、うん、その人たちもちゃんとそういうバイトとかしないと、そこでの生活成り立たないから、まあそれで成り立ってて、でわざわざ移民局もじゃあ一個一個あなたのところはちゃんとビザありますかどうですかみたいな来るかっていうと、あんまり来ない。
なるほど。だいたいそういうので違法っていうのがバレるっていうのは誰か告発してるパターンが多くて。なるほど。そう、調べてくれてるっていうよりかは明確でバレちゃうパターンが一番多いんだ。明確でバレるのが一番多いですね。そうなんですね。はい。そこから実際にそのアルバイトするときってやっぱりビザ関係はすごい調べないのは私だって学生とかってお金もないし、うん、働きたいじゃないですか。結構みんなスタバとかで働いてるようなイメージあるんですけど、 それももしかしたら違法かもしれないから気をつけた方がいいってことですよね。そうそう、まあ、学生だったら学校の敷地内だったら、20時間は8週で働けますとか、また別のルールがあるんだけど、あ、そうだね、欲しい。そうだし、あとはまあ例えばその OPT で、まあ、ビザの延長で、F ビザの場合は働けないんだけど、アメリカの大学卒業した状態、あと OPT っていう、まあ、一時的に働ける状態になるから、それで、まあ、アルバイトっていうか働く人もいるわけ。なるほど。だし、まあ、もしかしたら国籍持ってるかもしれないじゃん。留学してるって言いつつも、昔アメリカで生まれたから国籍だけ持ってるみたいな。だその人は別にバイトしか問題ないし、だそういうのってなんか、それぞれのバックグラウンドをちゃんと聞かないと分かんないんだけど、いやもちろんそのみんながみんなそれを知ってる状態じゃないから、なんか分からないまま、なんとなくこう行動選択しちゃうっていうことがあるかもしれないけど、まあ、きちんとそこは、少なくともなんか状態をこう理解した上でやらないと、気づかずに違法なことをやってるっていうのが一番危険な状況ではあると思うから、そうですよね。まあ、それは知っといた方がいいかなと思うね。確かに。だってそれでね、バレちゃったらアメリカ10年入れないとかね、あれそうですもんね、なんかしばらく入れませんみたいなね。そうっていうのがあるんで、まあ、ここの辺の、まあ、バイト事情っていうのはちょっと。気をつけた方がいいかなと思いますね。ありがとうございます。気をつけます。なんか自分の見たら何か見とかないと怖いですね。そうだね、改めて、まあ、別にチェックしとかないといけないかなと思いますね。確かに。であとね、その バイトっていう観点で言うと、じゃあその働けるってなった時に、最近だと結構なんか個人事業主として、なんか例えばなんだろうな、お菓子屋さんやりますとか、なんかパン屋さんやりますとか。ありますよね。そうそうそう。結構いろいろやってる人いると思うんだけど、あれもちょっと注意が必要で、そう、結局、その事業を、今度はね、そのビザの問題ってよりは、なんかもっとその経営をどうしていくかっていう問題に近いんだけど、その個人事業をやるにしても、個人事業として単純にやるのか、あの会社を作るのか、ここって結構みんな、わかんないけど、とりあえずやってる人は多いんじゃないかなと思ってて、なるほど。だからあれですね、会社とかっていう形も作らずに、もう勝手に全部 SNS とかで宣伝して人も集めちゃって、そうそうそう、お金もらってるけど別にお小遣い稼ぎと思ってるけど、でも申告しなきゃいけないねみたいなパターンって感じですね。そう、税務申告しなくてはいけないし、で、まあ、もちろん税務申告してたらそれはそれで OK なんだけど、もう一個の問題は、じゃあその個人事業主としてやるか会社を作ってやるかっていうのは結構大きく分かれ道で、でまあ簡単なのは個人事業主でやるもんね、まあ、会社作んなくていいし余計なコストかかんないから。でただこの個人事業主でやることのリスクが何かっていうと、あのなんか事故ったりとか何か起きた時の損害っていうのが全部この個人に来るんですよ。なるほど。だから例えばなんだろうな、じゃあクッキー焼きますとかパン焼きますとかってなった時に、で誰かのお家に行きました、でパン焼いてるのを教えてる時に子供が走ってきて、子供がなんか触っちゃってものすごい大やけどしましたね、ってなった時に普通に訴えられて、でそこでちゃんとそれをあの防ぐ対策をしてなかったって言ったら個人事業主としては負けちゃうわけですよ。なるほどなるほど。なので普通にそれで賠償金じゃあ1000万払ってくださいとか、2000万払ってくださいみたいなことは全然あるんだよね、ってなった時にそれはもう個人に全部降りかかってくるリスクだから、それを知った上でやってるのか、それとも別にまあその起こる確率はまあ相当低いからまあいいやって済ますのか、もしくはまあそれ確かに起こったら嫌だから会社を作っておいて、で会社を作っておけば訴える先は個人じゃなくて会社になるんだよね。なるほどなるほど。なんで会社に例えば100万しかないってなったら1000万円を訴えられて払わなくちゃいけないってなっても、この100万円払ったらもう会社を閉じたらおしまいだから、だからそこのリスクの管理がよりできるっていうところはある。確かに。そうでもその辺は確かに大事だよね。なんかこう個人事業主とかでやってる人って、例えばアメリカってやっぱり文化が違うじゃないですか日本と、でも日本の観客でやっちゃうっていうか、日本でそんな訴えないからさ、アメリカ人みたいにそもそもベースラインとしてその訴えるっていう文化があんまないじゃないですか日本で。やっぱだったら訴えるよ。でもなんか怪我とかぐらいだったら言わないじゃん、ね、日本人は。でもアメリカ人、また言うのがアメリカ人じゃないですか。そうそうそう、まあ、結構いろんななんかリスクっていうかさ、考え
もうしなかったこととか起こったりするわけじゃん、うん、なんかわかんないけど、じゃあね、オーブン温めてたらそれがなんか火事になっちゃったとか、そういうリスクとかも考えると、まあ、その辺を知った上でやった方がいいんじゃないかなと思いますね。確かに、その気軽に始めるのはいいけど、やっぱ難しいですね、うん、ハードルとかリスクも考えておかないとってことですよね。それがさ、その IT の仕事とか、うん、なんかネット上の仕事とかだと別にそんなリスクないと思うんだけど、うん、なんかフィジカルに対面するものに関して言うと、うん、まあ、そういうことが起こらないとも限らないから。確かに、何があるかなんて分かんないでしょうね。そうだってさ、なんか昔あったけどさ、うん、なんかアメリカ人の人がさ、うん、マック の, そのコーヒーが熱すぎて訴えてマックが負けたとかさ、うん、あとなんか電子レンジを買って濡れた猫を温めたら猫が死んじゃって、うん、でその、マイクロウェーブ の電子レンジ のメーカーを訴えたとか、うん、でもそれ大体その訴えたら勝っちゃうんだよね。そういう物事の常識と、とはいえそれってなんかちゃんとそういうのが起こらないようにちゃんと案内とかしてたんですかとかっていうのは結構問われていくから、なんかそういうのも一応知っとくといいんじゃないのって。確かに、なんか契約書前ってない人も多そうなんですか、なんかやっぱ配置あったら絶対契約書から始まるじゃないですか、ね、これ契約書って皆さんの身近じゃないし、そういう意味で確かに個人事業ってやりやすくなったじゃないですか、今 SNS も発達して、うん、でも確かにすごいリスキーだからこその気をつけて大事ですよね。そうだね、まあ、なんかたまにさ、どっかのちっちゃいビジネスのなんか買収とか売却とかの話とかをたまに金の噂で聞いたりするんだけど、なんかそれで聞くと、それって今どういう状況なんですかとか聞くと、なんかこういうこと言ってて、でそれなんか紙とかでまとまってんですかって言ったら、いや全然その口頭で話してますみたいな、すごいなみたいな。あるあるなんですね。それは結構あるある。なので、まあ、基本的には紙に落とした方がいいし、まあ万が一契約書作らないにしても、まあ、メールとかで何かちゃんと、うん、書いておいた方がいいよとは思いますね。確かに、書はここに残すってすごい大事ですよね。だってそもそも言ったことが、ね、忘れてるかもしれないし、思い違いかもしれないし。確かに、思い違いしてる可能性だってありますもんね。なのでその辺をね、ちょっと中大の奥さんの人とか、まあ、周りの話を聞くから、うん、まあ、そういうところってちょっとみんな気になるところかなと思って。確かに、はい、動画を回しました。ありがとうございます。でも確かにすごいやっちゃう人多いと思うので、うね、ぜひ見てもらえたらと思いますね。そうですね。であとは何かこういうね、中大の奥さんで、まあ、働きたいとか、なんかこう、新しいビジネスを立ち上げたくて、ただこういうことが気になるとか、こういうリスクあるんじゃないかって、こう質問とか疑問ある人がいたら、ぜひコメント欄でコメントを寄せていただければ、私の方が回答をちゃちゃっとさせていただきます。いいですね。ぜひ、はい、私も書こうかな。はい。何でも。どうやったら売れるビジネスが作れますかって書いてもらったら。頑張って手売りで売ってください。はい。じゃあまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。